今日は7月の23日、時刻は今朝の10時頃です。これ岐阜県博物館、100年公園の中にあります岐阜県関市です。ポケモン化石博物館を見に来ております。まだ予約11時半からで早いんですけど、100年公園ぐるっと回ってね、行きたいと思います。こういう行事が予定されてるんですね。私全然知らなかったです。また、期日が近づいたら調べてみたいと思います。で、予約は入れてあるんですけど、これ7月19日からもう午前7時半開園ということでなってますね。そういうサービスやってるんですね。でこちらの方は、これマイミュージアムギャラリーの無料でやってます漫画コレクションか、私の趣味に合いますんで、また8月31日から来たいと思います。で、これ北口から入っているんですけど、ずっとこう本来ならここの通路、ね、通れるはずなんですけど、改修工事をやってるようなんで、ぐるっと回っていきたいと思います。でこういうふうにちゃんと案内板ありますんでね、案内板に従っていけばいいんじゃないかと思います。この工事のフェンス沿いにねずっと、歩いていけば、行き当たりますんで、ね、誰でも行けると思います。ただちょっと結構距離ありますんで、子供はね、元気なんでいいんですけど、大人はやっぱりちょっとしんどいんじゃないかと思います。で今も今日もまた何日か連続で熱中症アラートが出てまして、クソ暑いんで、ね、本当100年公園ぐるっと撮影しようと思ったんですけど、もう朝のこの時点でめちゃくちゃ暑いんで、とっとと、博物館の方に入ってですね、冷房効いたところで一服しようかと思います。で工事現場の方はこの辺りで終わり、前噴水とか確かあったんで、その辺が綺麗になるんじゃないかと思います。で、こういう風にね、イチョウとか、木に札がついてまして、で今真正面あちらの方も工事用車両が入ってますけど、そこにスロープカーがあります。でこの手前の道、これまっすぐ歩いていけば、歩いても大した距離じゃないんで行けるんですけど、スロープカーに乗った方が楽しいし汗もかかないんで、ちょっとスロープカーに乗りたいとは思うんですが、ちょっとファミリーで満タンのようなんで、乗らないことも考えております。スロープカーあれです、楽々号と書いてありますね。こっちの歩いた方が楽しそうなんで歩いていきたいと思います。恐竜の足跡が出現中ということで、これ、全国各地でやってるようですね。ポケモン化石博物館、記念にこの、垂れ幕撮影しておきます。今坂を登り切ったところなんですが、ああいう風にスロープカーね、あそこからこう手前に向かって来ております。で、これなんかもいい記念になると思いますんで、でこいつが、100年公園全体の、地図ですね。でこう散歩コースがあって、博物館こういう変わった作りになってます。
で現在地ここでね、建物こんな感じ。結構立派な建物で、で、まあこのぐらいならいいでしょう。こういう風にね、これ多分朝早くからの予約の方が入ってきてると思います。先ほども申し上げましたけど、私の場合は、100年公演の花とかね、撮影してゆっくり11時半に来ようと思ったんですけども、あまりの暑さにたまりませんので、もう、こちらの博物館の方にも入ってしまいます。こちらはグッズの販売および、こういうね、目の前で撮影するところになってます。こういう、いろいろありますね、こういうやつ。ね、結構値が張ります。まあこんなもんすかね。でやっぱり周りで日本語じゃない言葉が結構聞こえてますね。こちらは3階の物販売り場の方です。撮影はしてよろしいというね、許可を得ておりますので、撮影してます。で、まあ、通常の展示物としてこういうものがあるぞということです。
こいつもあのウェブニュースで見ましたけど、ポケフタマンホールですね。
すごい。写真撮ってる時は前を通りません。こいつがあるね。Thank you.
次なのか本だけではない。昔のポケモンなんか花の部分はやっぱ骨じゃない、骨だけじゃない、うん、間違えて、なんかいつかのシリーズだった。
俺の骨でさ、名古屋コーヒーとか、空中に。カブトガニの甲羅じゃない？うん、カブトガニ。大きいよ。今いる。カブトガニって今のはずよ。はい、レンちゃんもそこをそのまま向いて。